TBA1 に発売されました。金飛弾、金属工業を目指す方はぜひお使いください。食べると実は筋肉が増えやすいというような研究報告もあります。皆さんこんにちは、山本芳典です。今回は麺類についてお話ししたいと思います。私はとても、麺類が好きで、ラーメンに限らずそばもうどんもパスタも、結構好きなんですけれども、その中で、何が一番太りにくいかということを、ちょっとお話ししたいと思います。皆さん、すでにグリセミックインデックスですね、いわゆる GI 値については、知っていると思うんですけれども、GI 値の、低い麺類としては、代表的なものがそばなんですね。そば粉自体が、食物繊維を多く含んでいて、それでゆっくり吸収されて GI 値が低い、だから、太りにくい減量中はそばがいいですよというようなことが、昔から言われているんですけれども、実はそばはですね、GI 値が低いというだけではなくてタンパク質も非常に優秀なんです。具体的にはレジスタントプロテインというものがあります。レジスタントスターチの方は、知ってる人いるかもしれないです。でんぷんが冷えると、レジスタントスターチというものになってゆっくり吸収されるようになるんですけれども、実はタンパク質もですね、ゆっくり消化されるようなタンパク質、レジスタントプロテインというものが、最近になって発見されました。それがそばに多いんですね。ですのでレジスタントプロテインのあるお蕎麦を食べることによって消化もゆっくりになりますし、実はそのレジスタントプロテイン、いろんな効果があります。コレステロールを下げたりですとか、動脈硬化を予防したりとか、健康面での効果が実はレジスタントプロテインにあることが分かってます。ですので、太りにくいというだけではなくて、健康への効果という点でも、実は蕎麦非常に優秀です。そして、お蕎麦を食べると実は筋肉が増えやすいというような研究報告もあります。研究者によりますとですね、蕎麦のタンパク質にはアルギニンが多い、ですので、そのため、筋肉が増えたのではないかというような、ことが言われているんですけれども、アルギニンが多いというのも、蕎麦の一つのメリットでもあります。あとは、蕎麦にはルチンという物質が含まれていて、これも血管を強くしてくれるんですね。そうしたこともありまして、ダイエット中ですとか、あと健康面も考えますと、そばがとてもいいということは言えそうです。逆に筋肉を増やしたいときは、パスタをおすすめしたいと思います。スパゲティですね。パスタの方はグルテン、グルタミンがとても多いです。100g あたり大体13から 14g ぐらいのタンパク質が含まれていて、しかもグルタミンが多いということもありますので、筋肉を増やしたいとき、バルクアップしたいとき、あとはちょっと値段も安いですよね、パスタは。そうしたこともありまして、私も昔結構パスタを食べてバルクアップということはよくやっていました。そうした感じでそばとパスタを使い分けるといいかなと思います。あとはうどんもですね、消化吸収が非常に早いですので、ダイエットにはちょっと向いてないんですけれども、筋肉を大きくしたいバルクアップしたいという時なんかは、うどんもちょっとあんまりお腹がいっぱいで入らないような時でもなんとか流し込むようなことはできると思いますので、バルクアップの場合はうどんとかもいいかと思います。今回は麺類についていろいろ解説させていただきました。ぜひご参考にしてください。最後までご覧いただきありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。今後のセミナーなどの新しい情報はですね、 LINE の公式アカウントからお知らせしていきますので、ぜひ概要欄から友達登録よろしくお願いいたします。